どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。スカイフォージプレイ再開していきたいと思います。前回からだいぶ強化が進んだのですが、現在こんな感じ。プレステージが798と結構上がっています。といってもまあ恐ろしくこれ高くなるのでね、その限りではないんだけど、まだまだ上げる余地がありますね。前回からこのブレイムというとてもいいスキルを手に入れたんですが、こちらが敵を攻撃すると 400%、 要は4倍ね、敵に対してヘイト値が、トレート値が上がるというもので、パラディンを要は攻撃しやすくなるよっていうことですね。さらにパラディンの発生させるシールド、要は例えばこれとか、どこ行ったよ、ホーリーグラウンドじゃないや、これですね、セレスティアルシールドなどの要はアブソーブ、敵の攻撃力を吸収できる能力が追加されるなどなど、そういう感じになっています。レイジオブライトなどいろいろ10日のものも入手してるんですが、スロットが残念ながら解除されていない。さらにこちらアトラスも次のやつ階層実はアンロックしています。これ見てください。ちなみにここパラディンね、パラディンにちょっとワープ、パラディンはここまで獲得しました。前々から狙っていたこちらのパスオブザパラディンを入手したことによって、こちらを解除できました。アンセンションアトラスで、こちら見て、この大きさ半端じゃないよね。でここをいろいろと強化などをしつつ進めているのですが、こちらを取ろうと思っています。右へどんどん行くと、こちらにバーサーカーというクラスがあるのですが、これをね取りたいと思っています。要は DPS 攻撃色ですよね。脳筋な私にはぴったりなので、こちらも解除しに行きたいのだけど、見てこの遠くね半端じゃないよね。ここからここまでとかいつになったら着くんだろうというぐらい遠いのですが、とりあえず速攻で行けるようにこちらのやつを取りつつ行っています。ちなみにどうやらここで強化した分のプレステージは各クラスで使えるということのようなのですが、一体どういうことなのだろうか、それでいいのか、合ってるのか、大丈夫なのかという感じですかね。ちなみに装備など、おっとどこだ、装備、ここですね、キャラクター。装備などバックにあるねアイテムをいろいろと破壊して、こちらのウェポンブースターやら、こちらのリトゥアルオーナメントなどを強化しています。で現在このホスティルテリトリートレーニングクエストというのをクリアすると、なんかここが解除されるんだけど、これかな、これをやる、これではないのかな。ここがまあ3400プレステージがないと、これですね、がないと解除されないよというやつなんだけど、これもだね、多分これではないと思うんだ。なんかクエストでなんとかトレーニングを終えろよっていうのを現在獲得しているので、そちらの方を取りに行きたいと思います。ということでちゃちゃっと行ってしまいましょう。で今回のクエストは一人でやらないといけないものとなっているので、いつもいるアルトリアスさんとオーダッシュさんは一緒ではありません。そして なぜか全裸の人々がかなりいますね。リサーチセンターに行けとのことなので、こちらかな。おっと違う、ディバインオビセーバトリーだからリサーチセンターではないはずだ。がっつり間違えた。ここで合ってるのかな、ここで合ってる。ディバインオビセーバトリー、さっきいた場所だ。がっつり間違えたぜ。なんかノードをアンロックできるなんだらかんだら言ってますが、まあ先ほど解除したやつですね。あれもどんどん解除していきたいんですが、なんだ、アンシェントトラディション、ジョイン、これはなんだ、まあ、前にもこれ出ましたよね、気のせいが。こちらのプロモーション、これなんだ、プロモーション、トークトゥザクレリックアッザディバインオブセーバトリー、この人ですね。で見てみましょう、また綺麗な人が軽く飛ばしていきますが、前に見たことがあったんですが、他にもステータスを上げるやつでしょうか。ステートメントトゥーザーアイリンバイユーズングザーターミナーアッザディバインオビセーバー、ここか、これを使えということか。なんか妙なサイドクエストが発生していますが、ちゃちゃっと使ってしまいましょう。アイリネット、これは何だろうか、なんぞこれ。ジェニー・ウォーダシとその他、あ、ここでなんか仲間を追加などができるようになっているのだろうか、そういうことでいいの。サポーターオペレーター、はいはいはい、トークザエリダーズザディバインオビセーバトリー、あれは何だろうか。
あれは何だろう、コミュニティ関係のやつなんだろうか。がっつりストーリーなど飛ばしていますが、はい、なぜかクリアということで、なんか入手だよ。スモールセントオブスパークレプリケーション、オッケーオッケー。裁判アーキペログというところに出ろと言ってますね。グレーブディガーズネーム、こちらだろうか。 Go to the トレーニングホール、トレーニングホールってとこさ。ちょっとクエストを確認してみましょうか。クエスト確認ってどうやるんだろう。リワードオブドログイン、待って、俺これ入手してるよね。これ次回入手だよね。クエストの見方がいまいちわからないんだけれど、どうすればいいんだろう。これ俺移動してんのか。待ってね、パテオン、これなんだ。いまだにね、よく分かっていないという。ここで、ここから行けっていうことではないのか。ニュークラス、グレーブティガー、これですか。こちら20分のクエストで2人から3人で行くことが可能なので、これではなくて、先にこの裁判アーキペル、Go to the トレーニングホール、これをやりたいんですが、トレーニングホールってどこさ。ここっぽいんだよね、マップに表示されてるの。ここですよね、 Go to the トレーニングホール。ここ、まだここ表示なんだけど、どういうこと。ニュークラスターラバイル、 You can try them in the training hall and pick up and switch you get. Go to the training hall. トレーニングホールって どうやって行くんだ。ここなんだけど、トレーニングホールに行くっていうのがよくわからないな。裁判アーキペログは先ほどのクエストなので理解はしたのですが、ここ来いって言われてるのがよくわからん。あれか、前に行けと言われてたあそこか。ちょっと待てよ、なんかあそこのマーク出てるけど、パークリサーチセンターのあのフラビウスさんがいるところではないのかな。前もなんかあそこ表示出てて、実は違うところでしたよみたいなのあったからな。ここじゃないの。あ、やっぱり中央になんか出てるね。ニュークラス、あ、あれっぽい。トレーニングホールってこの前のやつだよね。では行ってみましょう。新しいクラスについて学べということだろうか。行ってみようぜ。はい、やってまいりました。あ、出ましたね、他のクラスが。うん、ワーロック、キネクト、スレイヤー、ナイト、ナイトというのもあるんですね。では早速バーサーカーをちょっとテストしてみたいと思います。といってもここで使う以外では使えないんですけどね。バーサーカートレーニングコンプリートと押した瞬間出たんだけど、どうなってるんだ。お金を入手しました。3000、多くねえか。攻撃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 と、こんな感じだ。クラッシングスローを敵に対して使え、ゴーレムを倒せ、はい、倒しました。というか、これあれなんですね、攻略というか、やったことないクラスをやるとお金が手に入るようですね。ユーズデストラクティブアタック、これか。これを使用してゴーレムを倒せってわけではないんだろう。これやるとバーサーカーの次に対しての攻撃で敵の防御力が下がるっていうことか。チャージングステージで次だ。次は私に一体何をやれば。なんだって、あ、これ大量に当たるのか。チャージしてると一瞬押すだけだとこれになるけど、あとは敵を倒せと。セブンヤードラディアス、結構広範囲まで当たりますよと出ていますね。なかなか優秀なようだ、何よりだ。ファーストアタック、これか。ちょっと失敗、これでね。あとは敵を倒せ。で、このクラスはやはり攻撃力が高いクラスとのことなので、ちょっと使いたいのですけどね。で、
だんだんだんと、やはり遠距離攻撃実はあるのか。はい、こんな感じ。かなり強いですね、攻撃力。というか、あの練習上のトレーニング項目がめちゃくちゃ多くねえか。 LT プラス A、 これか。おお、強い強い強いし、早くねえか、クールダウン。さすが DPS 関連のクラス、敵を叩くのが早い早い。はい、使いました。チャージングステージで次のステージへ。この分でしたら他のクラスの紹介も兼ねて他のをやってもいいかもしれないですね。あ、いいね、ワーウィンドか、こういうの大好きさ俺。てかバーサーカーあれだね、あの持ってる武器がチェーンソーみたいな、チェーンソーみたいな剣なんだよね。渋いな。 RT でリープ、敵の場所にまで行くわけだ。ユーズリープ、いやー、このクラスは早く取りたいな。使うのが今から楽しみだ。強くねえかこれ。なるほどね、こんな感じで技の紹介などがあるっていうのは素晴らしいですね。さて次はファイニングザオポネント間インフリクトダメージという、あ、敵全員倒すか。こいつにこう強攻撃、いやー強い強い、安定だよね。まあこれも倒せと、要は技が強いのを確かめてねってことだよな。そういえばエクゼキューションはないのか、バーサーカーエクゼキューションやってねっていうの出なかったね今回。あと言っちゃなんだけど、こいつクールダウン早くねえか、強い攻撃の割に。他のパラディンの攻撃がやはりクールダウンが遅い感じなのかね。やはりパラディンといえば防御関連だからな、あんまり強い攻撃はクールダウンが長いみたいな感じだよね。おお、ちょっと強い。 Do not take any damage。 ダメージを負わないのはちょっと無理かな。なんだこのダメージを受けるなっていうのは無理なんじゃないのか。できないことはないけど、よければ。これを見るのは初めてだな。はい、敵にどんどんダメージを与えていこう。おっと危ない、というかあの攻撃が連続で当たるんだよね。危ねえ危ねえ。はいっと、でこれをやった後こちらの次の攻撃に対して弱くなるので、これでちゃちゃっとやっちゃいましょう。外したがまあよかろう。倒しました。でクラスコスチューも入手、プラスお金入手です。でこいつらなんだ、インビジブルセキューターボス、ダミーセキューターボス、いろいろと出ているんだけど、他のクラス、ここはちょっと試してみましょうか。あとこの中で気になったクラスがもう一つありまして、こちらのナイト、クリアしたらどうなるのだろう、やはりお金がもらえるのだろうか。これもやってみましょう。ナイトのトレーニングを開始する。はい、ナイトで始まりました。もしかしたら何も手に入らないかもなんだけど、ああ、槍使うのか、ちょっと予想外だな。あ、でも装備かっこよくね。はいはい、ちょっと特殊な月が、攻撃力が高いような気がするんだけどな。それでもこれが範囲攻撃か、ナイトの。はい、ちなみにナイトはコンボ3つまでなのか。なるほどなるほど。あ、突撃か。こういうことだよね。
これ一瞬だけ押すとこんな感じでシールドバッシュみたいな感じの行動を取りますね。シールドバッシュ個人的には好きだな。ナイトといえばシールドバッシュだよな。さて新しい攻撃、これは防御、これ一定時間この防御状態になるってこと。あ、解除できるのか、面白いな。ああやってるとどうなるんだ、あれ防御力が高くなりますよ一時的にみたいな感じなのかね。ほら盾構えたままになりますね、いいね、個人的に好きだよこういうの。ちなみに装備の影響で若干あの下のプレステージが下がっていますね。やはり装備関係しているんだろうな。はい、で X ボタン、おお、こいつはいい。敵を瞬時に一定箇所に集めることができる、とても優秀なスキルですね。こういうのが欲しいよなパラディンでも。はい、 B、 シールドを投げるという素晴らしい行動に出ますね、いいね。こいつは確かにダンクしやすいんじゃないのか。ホールド B、 これでいいの、あ、間違えた、これか、なるほど、防御してダメージを敵にインフリクト、跳ね返すという感じかな。これはタントラム、これは、あ、一時的に強くなるか、そういうことだと思うよ。槍の強化などなどだよな。はいはい、で敵を倒せとお約束のね。ガードスタンスはこの状態では使えないってことか。まあそりゃそうだよな、敵は普通に復活してたんだけど、どうなってんの、それでいいの。とりあえず敵を倒せと出ているのでどんどん倒してしまおう。しかしパラディン以外のクラスが全部コイルが高いような気がしてきたんだけど、どうなんだこれ。多分パラディンが本当防御特化だからな。まあ、このナイトというのもタンク職のはずなんだけど、というかタンク職が現在2人しかいない感じかな、ナイトとパラディン、あと時点でバーサーカーのようですよ。はい、跳ね返します。やばいやばい、めちゃくちゃダメージ落ちてしまった。あのレーザー常時当たるとシャレにならない。とりあえずあれだよね、あれをやってきたら先ほどのカウンター用の技で軽く防御した方がいいよね。はい、倒しました。でクレストコンプリートでお金が手に入りましたね。そうですね、お金が手に入りますね。これは各クラスを攻略するとやはりお金が手に入るということでしょうか。いいですね、これは面白い仕様に気がつきました。では次回からはクラスの紹介も兼ねてこのクエストをいろいろとやっていきたいと思います。とりあえずスレイヤー、ナイト、バーサーカーなどをやったので他のクラスをちゃちゃっと攻略していきたいと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ちなみに今作ね MMO ということもあってかなり不定期な更新となっているので間が空いたりかなり間が空いたりする可能性があるのでご了承ください。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。